誰だ、私は第101代内閣総理大臣になりました。顔の長さだけが岸田文雄でございます。どうぞよろしくお願いいたします。それではただいまより記者会見を始めます。ご質問のある方いらっしゃいますか。総理、はい、どうぞ。G7 広島サミットを終えて、はい、ご感想をお願いいたします。はい、このサミットでございますが、とても有意義な会議ができたと思っております。これもひとえにですね、警備が万全だったこと、これが素晴らしかったんではないかと思っております。まあ、なんといってもですね、このですね、警備にはですね、予算をかけました。かけすぎました。ですので今はっきり言って予算がないのでございます。ですので本日のこの東京新聞の記者会見、これはですね、 SP なしでやってまいりました。まあね、東京新聞ごときだとね、ごとき SP いらないなと思ってね。ごときって、はい、総理、はい、その警備の点についてもちょっとお聞きしたいんですけれども、はい、まあ、先月和歌山で総理の爆発事件がありましたけれども、はい、あの時筒の爆弾が投げられた時、はい、どういうご心境だったんでしょうか。お聞かせください。はい、あの時びっくりしました、ね、いやー、それはそうですよ。あんなね、筒の爆弾でね、人の命を奪おうと思うこと、またね、政治を変えようと思うこと、これは絶対に許されてはいけないことだと私は思っております。いいですか、私はですね、絶対にですね、筒には屈しません。筒が何ですか。これからはですね、私はつつましく、そして、つつがなくですね、国民の皆様とですね、会話をしつつ、つつうらうら全国各地を回って、はい、講演をしつつ頑張ってまいりたいと思っております。ふつつかな私ではございますが、全国の皆様がですね、温かい心、そして大きな心で包んでいただければですね、これ幸いと思います。筒結構です。あ、そうですか、結構です、はい、それよりも地元住民の皆さんは大変警備の厳しさにいろいろ苦情がありましたけれども、はい、これ警備の人が多すぎたんではないですか。いや、確かにそうかもしれません。あのね、広島市内ね、警察だらけでございました。石を投げると警察官に当たる、それように言われているぐらいでございました。しかしですね、本当に石を投げて警察官に当たったらその場で逮捕です。そりゃそうですよね。公務執行妨害ですからね。そりゃそうですよね。はい、はい、そして会場となりました、はい、グランドプリンスホテル広島、うん、はい、ここはいかがでございました。はい、ここもですね、警備は万全でございました。この会場となったこの宇品にはまり海で囲まれておりますから、位置が万全だったということですか。その通りでございます。これは島になっておりましてですね、橋が1本かかってるだけでございます。ですからね、ここからテロがですね、島の中に入ろうとする、その時にはですね、この橋を封鎖してしまう、うん、そうすればテロは中に入ることはできません。しかし一つだけ問題があります。何でしょう。それはですね、島の中にもうすでにテロがいた場合、その時に島を封鎖してしまった場合はですね、これ、首脳陣たちもですね、島から逃げ出すことができない。これは困りましたね。それダメじゃないですか。ダメですね。笑顔で言われましたもん、はい、今回のサミット、うん、ご自身が点数をつけるのであれば何点ぐらいでしょう。そうですね、今回は100点です。お、はい、100点ですね、はい、どこを一番評価いたしますか。はい、やはり私がこの G7 サミットまで持ったことでございますね。それはご自分のことですよね。いや、そりゃそうじゃないですか。いいですか、ね、コロナ禍で長い間、ね、あの時に1回だけ、ね、サミットがあった、ね、そこに参加した歴代総理がいるんです。その歴代総理はですね、そのサミットの時に端っこの方に追いやられていたんですよ。そんな惨めな、ね、私は総理にはなりたくない、そのように考えておりました。なるほど、はい、そのね、惨めな総理いらっしゃいました ね、はい、いたね。ひょっとして、はい、私のことですよね。須田さん、ほら、
暇だから来ました。あら、菅さんどうも。どの角度から見ても菅前総理大臣です。あ、これはどうもでございます。いや、岸田先生、サミット大変お疲れ様でございました。お疲れ様でございました。いろいろね、はい、評判聞いておりますよ。ありがとうございます。まあ、私的に言わせていただくならば、今回のサミット、はい、最低ですね。なんでですか。いや、だってね、そりゃそうでしょう、はいはい、G7 サミットの参加国の皆さんを、うん、この広島の原爆資料館に誘っていながら、はい、自分だけ平和ずらして、はい、自分自身はどんどんこの日本を軍事国家に推し進めようとしてますよね。はい、いやいや、ちょっとタイムちょっと止めて、タイム。ああ、そういう顔でね、はい、撮りますね。アメリカ雑誌のタイム。ええ、わかります。アメリカ雑誌のタイムご存知ですか、あなた。撮りますよ。あ、そうですか。まあ、アメリカではね、大変権威のある雑誌でございましてね。はい、まあ、切り口が鋭いでございます。うん、まあ、日本で言うなればそうですね、東京新聞みたいなもんですね。大したことないですね。失礼ですから。そういうのやめてください。まあね、まあ、軍事国家、あなたはね、はい、無理だというふうに思いますね。そうですかね。なぜならば、はい、あなたはハト派ですよね。ポポ、いや、だから、いや、ハト派ですよね。いや、ごまかさないでください。あなたには軍事国家は言ってきますけどね、無理ですから。無理ですか。無理です。なぜですか。本当に軍事国家にしたいんでやったら、はい、私を起用してください。そうなんですか。なんで。私に任せてくださいよ。あなたね、はい、このね、軍事国家、はい、したいっていうふうに思っておりますよね。はい、私はね、はい、無理だというふうに思っておりますよ。なんでですか。ウクライナを助けたいという気持ちはね、はい、大変よくわかりますよ。はい、でもね、うんうん、本当に助けたいんであれば、うん、まず憲法を変えましょう。憲法ですか。憲法を変えれば、はい、ウクライナにも武器を送れますから、はい、いや、ちょっと待ってください。いいですか。ウクライナにはですね、武器は送れなくてもですね、もっと破壊力のあるものを送ることができます。破壊力のあるものとかに何があるんですか。高市早苗です。言っときますけどね、はい、そんな送られたら、はい、送られた方も迷惑ですからね。いや、恐ろしいですよ。爆発したらですね、おっかないですからね。いや、怒ったら怖いですよ。もう自爆もいいとこですよ。もう恐ろしいですからね。驚くも驚く。ちょっと、はい、北先生、ちょっと待ってください、はい、待ってください、はい、なんだか私ね、はい、先行き不安になってまいりました、ね、いやいや、大丈夫です。安心してください。いや、岸田政権がじゃなくてですね。何ですか。このコントって大丈夫ですかね。そうですね、間違いなく東京新聞大炎上いたします。ダメだ。だからその前に解散。